はい、どうもレジェンドです。ピッチャンです。本日なんですけど、タイトルにもありました、30歳無職の若上げが鬱メンタル問題、現在と過去を振り返っていこうってことで、まあ、俺今日で大体そうですね、仕事辞めてから半年が経つんだけど、まあ、俺が仕事を辞めてから半年が経つイコール、俺鬱病発症してから半年が経つんよ。だけど、まあ鬱病と生活を共にして今日で半年ぐらいが経つんだけど、自分の現在の様子と僕がね、こうなぜ鬱病になってしまったかなと振り返っていけたらなと思うんで。でですね、まあ、僕今もね、うつ病の薬を飲んでるんですけど、だんだんね、まあ、うつ病もね改善してきたってことで、まあ、こちらですね、お薬手帳をね見たらね、まあわかるんですけど、俺がねこう初めてうつ病の薬を飲み出したのがね5月9日っすね。仕事辞めて5月9日だけど、そうだね、2ヶ月後ぐらいかなこれで。今でも覚えとるんだけど、この初めてこう自分がうつ病かもしれんっていう、まあ親だったり友達だったり、まあ周りの人に、レジェンドちょっとおかしくないみたいな、大丈夫みたいな、うつ病なんじゃないみたいなっていう、ちょっと違和感は俺もこの自分で気づいとったんだけど、仕事を辞めて次の日から寝れんくなって、ちょっとなんかおかしいなみたいな。で、まあ症状としては、まあまず眠れないっていうのと、やる気はすごいあるんだけど、なんかその行動をすることができんっていう。で、まあ今もなんだけど、この今はまあカットをして皆さん見られてると思うんで、ちょっとあんまり伝わりにくいかなと思うんだけど、言葉がペラペラこうやって出てきとったんだけど、急に言葉が出てこんくなって、こう話せんくなるんよ。頭の中でこう思い浮かんだことをうまく言葉にして伝えることができんっていう、まあ、現象、まあ、症状が出てきて、で最初まあそのみんなに本当にうつ病だと思う系、本当に病院に行ってほしいっていう風に言われて、まあすごい、なんて言うんだろうな、病院に行くのがすごい嫌だったんよ。まず俺は、まあ、なんか自分がうつ病っていうのを認めるのもすごい俺の中では勇気がいることだったし、うつ病の薬を飲むっていうの、その介護士をしとった稽古さ、なんかその薬の怖さ、薬が体に及ぼす影響っていうのを、まあ、自分の中では知ってるつもりだったけ、薬を飲むっていうことに対してちょっと拒否感ではないけど、なんかこう嫌だったんよ、薬に頼るっていうのが。っていうので、ちょっとだんだんこう症状も悪化してきて、もうこれはさすがにもう飲まざるを得ないと、もう認めざるを得ないなっていう状態にまでなって、まあ見られてるね、レジェナーの皆さん知ってると思うんですけど、活動を休止させてもらって、でまあ薬を飲んで、でまあ最初出された薬だったり、その内科で最初お薬をもらって、でなんていう薬かちょっと今もう薬手帳もその時は作ってなくて覚えてないんだけど、ちょっとその薬がすごい合わなくて、でちょっとメンタルの調子とかだんだん悪くなって、ただもう本当に全然寝れんし、なんて言うんだろうな、頭の中がパニックみたいになっとって、あーもうこれは病院に行かざるを得ないなーと思って、心の精神科っていうねところに行って、まあ薬を飲み出したわけですよ。で俺が最初にこの処方してもらった薬がノリトレン錠10ミリっていう、憂鬱な気分を改善し意欲を高めるお薬です。次がですね、ソラナックス、不安や緊張を和らげ、心理的な要因による体の不調を改善するお薬ですね。っていうのと、このドグマチール、興奮や不安を抑え、気分を安定させる、うつ状態を改善するっていうお薬。で、まあ次、眠れんってほんとうつ病あるあるだと思うんだけど、この眠れんっていう症状を改善するために出された薬が、デービー5錠っていう入眠を促す薬と、レンドルミン D 錠っていう薬を出してもらって、で、この時期ほんとに逆流性食道炎っていう病気も新しくて俺は。で、それの薬で、ラフチジンっていう薬とナウゼリンっていう薬が処方されて、ただまあその、後々知ったんだけど、このナウゼリンっていう薬がちょっと脳にあんまり良くない影響を及ぼす薬だったらしくて、精神科の先生曰く。で、まあこれはちょっと今飲んでないんですけど、本当にちょっと胃が気持ち悪くて耐えれん時だけ飲むみたいな形でちょっと薬をね飲み出して、やっぱり薬飲み出してからね、自分の中でもだいぶ落ち着いたかなみたいな感じでね。うつ病になってから大きく何が変わったかっていう話なんだけど、うつ病になってから気づいたんだけど、ほんとうつ病ってなったらめちゃくちゃ人生の難易度が高くなるんよ。こうなんでかって、今までできとったことが一気にできんくなって、それこそ考える能力だったり、こう人に何かを伝える能力だったり、でもう一つはそのうつ病のまあ症状として、お昼だったり朝すごい調子が悪い、気分が落ち込むだったり、ただ夜になるとなんかあれやれるかなみたいな、だけどまあ YouTube の活動とかも夜になったら、あ撮れるかなみたいな、なんか今ならできそうだなみたいな感じで、ただ朝とか昼とかにやろうとすると、目の前にこう三脚立ててカメラを設置して、はい、でもレジェンドです。まだ行くんだけど、そっから先の言葉が全然出てこなくて、なんか、あ、もうダメだ、これ取れんわ、みたいな。そんな感じがずっと続いてました。俺が介護士として働いとって、自分の中では辞める前からもういろいろ考えてるわけよ。辞めたらこうして、みたいな。やりたいことがいっぱいあって、辞めたらこんなこともできる、YouTube もっといっぱいできるって思っとったんだけど、いざ辞めて、辞めた次の日から本当に全くと言っていいほど寝れんくなって、でそのやりたいと思っとったこともできんくて、でも言うならば本当自己嫌悪よ。もう本当、情けないな、俺みたいな。全然何もできんじゃん、みたいな。もう編集も手につかんし、動画もまず撮れんし、で、どんな企画をしたらいいかとかも考えるんだけど、全然思い浮かばんくて、で、まずこの脳が回らんくなるっていうのと、やる気はすごいあるし、もうやりたいんだけど、できんっていう、このもう負のスパイラル。
やりたいけどできんし、何をやったらいいかも思い浮かばんし、で編集もやってみても全然進まんし、もう本当にええでも結局本当何もできんくなるの。何もできんじゃんっていう、もう言うなれば頭の容量もうキャパを完全に超えた状態だったと思いますね、あの頃は。こうなんでうつ病になってしまったんだろうなっていう。でこの自己分析をしてみた時に、自分で言うのもなんだけど、俺すごい真面目な性格で、なんて言うんだろうな、ちょっと頭が硬いみたいな、こうじゃなきゃダメみたいな、まあそういう人はね、ちょっとうつ病になりやすいんかなっていうか、もともとちょっとうつっ気はあったんかなって今になって思うと感じますね、それは。でそのまあ今になって俺の感性で話してるんだけど、うつ病っていうのは自分の限界に挑戦して、こう自分のキャップを破ろうとして、こう自分の限界に挑戦した証だなっていうのはまあ一個思いますね。でまあここからまあ現在はどういう感じかっていう話なんだけど、今は本当にこのドグマチールっていう薬も今はだけ、薬がまず1個減っとるし、俺は睡眠薬はそれぞれまあ半分ずつぐらいになっとる、半分ずつだけで飲んでも寝れるようになるぐらいもう症状も改善してるんで。でまあレジナーの方はねこう気づいてくれてると思うんですけど、まあほんと9月に入ってからな、本当にずーっと 1週間に1本しか動画を出してなかったんだけど、っていうのもやっぱりさっき話したうつ病の薬を飲んでちょっと改善してるといえども、やっぱちょっとうつっ気はあるわけよ。さあ動画撮るぞってなってもやっぱ撮れんかったり、今すごいこうやってカメラに向かって話してるけど、気分が落ちとる時本当にカメラに向かって喋れんし、そもそも何をしたらいいかっていう企画すらも思い浮かばん状態だったけ、その1週間に1本出すっていうのもこう自分の中では結構、まあ、それが精一杯だったんだけど、まあ今はね1週間に2本投稿できてるっていう時点で、だいぶ僕の中ではもう症状は改善してきたし、だいぶ良くなってきたかなっていうのは感じてるんで。でまあこの久々にちょっと俺が自分語りではないけど、なんかレジェンドまたこじらしとるなみたいな感じになってるのはちゃんと理由があって、もううつ病の状態って本当にこう自分が経験したけこそわかるんだけど、本当に前を向けれん状態ないよ。前を向きたくても前を向けれん。うつ病ってほんと脳の病気だけ、メンタルが強い弱いとかじゃないよ。自分は前を向きたい、ポジティブで降りたいんだけど、もう脳が自分をめっちゃネガティブにさせてくるんよ。あもうダメだみたいな、もう消えたいわみたいな精神状態になっちゃって、でやっぱその状態っていうのは本当にうつ病って本当に塞ぎ込んじゃうけ、それこそピーちゃんに向かっては話しかけたりはするんだけど、こう人と話す環境がないと自分の思いを吐き出し口っていうのもないし、まあ俺は YouTube があるけ、こうやって YouTube に向かって自分の思いだったりを吐き出せるんだけど、辛い人、悩んでる人、前を向きたくても前を向けない状態の人って結構世の中にたくさんいると思うんですよ。でまあ今忙しくて休めてなかったり、辛いこと悲しいこと悩みはつけない人もたくさんいるかもしれません。まあでも本当そういう人に伝えたいんだけど、急ぐ必要もないし、別に志を高く持つ必要もないと思う。ただまあ俺が大事だなって思うのは、今この動画を見てるね、あなたがね、あなたらしくいられることがこれからの人生が輝く一歩になるんじゃないかなと思います。で本当にうつ病になった時、言うなれば数ヶ月前とかはこうやってうまく俺は言葉を話すこともできんかったし、うつ病になりましたっていう動画だったり、今僕こういう状態ですっていう動画を投稿した時に、本当にすごいたくさんの人が支えてくれて、すごいたくさん励ましてくれて、逆を言うとあそこで俺に対してすごい否定的なことだったり、あがっかりしてわレジェンドみたいな、なんかもう幻滅しましたみたいなコメントで溢れとったら、それは間違いなくここまで復活できてなかったけ、あそこであるほどたくさん皆さんがね温かい言葉を僕に投げかけてくれたんで、本当にめちゃくちゃ感謝します。本当に皆さん、何か言っても足りんぐらい俺は感謝してるけど、本当にありがとうございます。俺の中では本当にこの半年間っていうのは正直めちゃくちゃ辛かったんよ。前を向けれん、結果も出ん、脳が考えれん状態 で動画をもっと出したい、ただ体が追いついて、この脳が追いついてくれんっていう、まあその葛藤っていうのを自分の中でずっとしとって、まあそれこそ詐欺にあってめっちゃ借金を背負って、その時も本当にめちゃくちゃ辛かったし、まあ自分で自分の命を絶とうとしてみたり、まあでも結局最終的には前を向けとって、まあその時はそのお母さんを助けてくれて、まあ支えてくれて、まあ今回は今見てくれてる皆さんがまあ僕を支えてくれて、ここまでね回復できて1週間に動画を2本投稿できとるっていう状態まで今来とるんよ。まあ活動休止中に YouTube ライブっていうのをして、でそれ本当に同節4500人ぐらいの人が最大まあマックスで見てくれて、でやっぱあれってあのライブを見てくれた人にしか俺がどういう状態かっていうのは伝えれてないし、まあ今日はねどういう状態でどういう思いでこの半年間を過ごしてきてみたいなことね、改めてね視聴者の方に感謝っていうのを伝えれた、まあいい機会なんじゃないかなと思います。
まあ今の俺の表情とかを見てくれたらわかると思うよ、本当に。もう少しずつね、本当に良くなってきてるんで、の皆さんがね、こう僕を助けてくれたように、ほんと一人でもいいよ。少しでもね、こう誰かが前を向いてくれるきっかけになったら、動画撮ってよかったな、投稿してよかったなって僕も思うんで、まあそうだな、動画内でちょっとこれだけは言っときたかったんだけど。心配すんな。全部うまくいく。まあ今はね、成功してるかと言われたら、まあ胸を張って成功してるとは言えないような状態なんで、チャンネル登録者数にしろ、再生回数にしろ、まあこれから夢を叶えていく過程をね、こう皆さんに届けれたらなと思うんで、これからもね、どうぞ応援よろしくお願いします。ちょっとしつこいぐらいになるんですけど、皆さん本当にいつもありがとうございます。ありがとう。いつもありがとう。まあ、というわけでね、まあ、いつも伝えてるね、このセリフを皆さんに言って、今日も締めようかなと思ったんだけど、こう話しとってみんなに今日一番伝えたいなと思ったことを最後言って、やっぱ締めようかなと思うわ。結構、まあ、インスタの DM だったり、Twitter の DM だったり、YouTube のコメントもそうだけど、すごいね、相談みたいなのを結構いただくんよ。今こういう状態で、みたいな、こうこうこうで、みたいな、レジェンドさんの動画にいつも元気もらってます、みたいな。まあ、みんなをね、こうやる気にさせるような言葉だったり、みんなが前を向けるような言葉だったり、まあ、素敵なことはねちょっと言えないかもしれないんですけど、あなたがねあなたらしく生きることが本当に幸せの第一歩だと思うんで、自分らしく生きてくれたらなと思います。レジナーの皆さん、いいですか、自分らしく生きてくれよ。まあ俺もね、こう自分のね理想とするレジェンドに少しでも近づけるために前を向いて頑張っていこうと思うんで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。ちょっと、しびれたんやな。ポジティブに行こうな。うん。